エスカッシャン、フィールドサポーターモッドクレストリースマントヘルメット、クラウン、コロネットコンパートメントチャージオーディナリーモッドを画像、ファイルリースは、クレストの台座として、これを安定させ、マントを取り付けるために、ヘルメットの長部に乗せられる、二色または三色の、紐状の布をひねって寄り合わせた鉢巻きのような輪を、模した紋章の構成要素である。リースは、しばしば、トルスとも呼ばれ、 日本語では、果敢とも言う。リースリースは、一緒にひねられた一体のリボンからなり、それぞれのリボンは、マントと同様にエスカッシャーの主要な色である原色と、金属色のティンクチャー、すなわちリバリースの色に着色される。一般にリースはマントで使われる色と同じ組み合わせの2色で、表される。カナダ・オンタリオ州の紋章。ヘルメットが省略されている。普通、リースは、 ヘルメットの上に置かれるが、地方自治体や都市の紋章ではヘルメットが省略され、エスカッシャンからわずかに離れた場所に直接リースを置き、その上にクレストを描くことがある。また、アメリカ陸軍の核連隊に与えられている紋章はすべてといって、良いほどヘルメットとマントが省略されている形式をとっている。また、貴族以下の階級のものの紋章には必ずリースがあるが、 国王や皇太子の紋章にはリースがなく、女性や聖職者の紋章にもない。リースは、クレストの一部として、オン、エイリース・オブ・ザ・カラーズ、X&Y という書式で記述され、X と Y にはそれぞれ金属色と原色のティンクチャーの名称を記述する。例えば、カナダの国章のリースは、オン、エイリース・オブ・ザ・カラーズ・アラザン,ングルズ。 エーライオンパッセントがアーデントを後記述されている。リースは時折十字軍に参加した騎士が戦争に出発する際に彼の敬愛する女性が形見として騎士に渡した一種のハンカチーフであることもあり、騎士はこれをヘルメットにクレストが取り付けられた接点を覆い隠すようにヘルメットの長部に巻きつけた。紋章に描かれるイングランド北西部に かつて存在したボルトン自治軍の紋章では、左右のライオンのサポーターが首に、セーブルとアージェントのリースを巻きつけている。AB 森守る。紋章学辞典。PPP244AB 森守る。ヨーロッパの紋章、紋章学入門。シリーズ紋章の世界。IPPP52 コモンズ。カテゴリー、US Army Infantry Regimental c o u t of Arms。 ハット、コートオブアームス・オブ・カナダ。ロイヤル・ヘレルドリー・ソサイティ・オブ・カナダ。ロイヤル・ヘレルドリー・ソサイティ・オブ・カナダ。2010年3月27日。閲覧。コートオブ・アームス。ボルトン、UK。2010。ありがとうございます。